出稼ぎ、出稼ぎとは、所得の低い地域や、就職先の少ない地域に在住する者が、単身で、所得が高く就職先も多い地域で就労すること。定住地から離れた場所での労働を示し、この移動労働により得た所得の一部は、定住地の家族に送金する場合が多いとされている。明治時代から昭和初期には、季節労働、出稼ぎの表記も見えるが、 近年の日本の公文書では、出稼ぎを用いている平成22年の国勢調査表の添付書類より、近代以降、多くの日系人が中南米に移民し、その子孫が後に経済発展した日本へ出稼ぎに向かったことから、中南米でも出稼ぎと表現されることがある。店舗を持たず、商品を売りながら移動する仕事は、行商を 同じ勤務先に在籍したまま家族を帯同せず違う、土地へ転勤することは単身不妊を、家族を連れて別の地域へ移り住むことは移住を、その向かう先が海外である場合は移民を参照。北海道庁が発行した出稼ぎハンドブックによると、出稼ぎ労働者とは1ヶ月以上1年未満、居住地を離れて他に雇用されて就労するものであって、 その就労期間終了後は、居住地に帰る者を言う。居住地を離れるとは、自宅以外の場所で寝泊まりすることを言い、就労先の落ちこちを問わない。と定義している。雇用保険法第62条第1項第5号に基づき、北海道をはじめとする特定地域では、赴任する職場が決まったら最寄りのハローワークで、出稼ぎ労働者手帳の交付を受けることができる。 出稼ぎ労働者は雇用保険制度においては季節的に雇用されるものとして短期雇用特例非保険者とされる。日本における出稼ぎは第二次世界大戦前は農村や山村などにおいて生誕などに従事する労働力を他村から受け入れることがあった。戦後の高度成長期1970年代までに顕著となり主に東北地方や北陸。 新越地方などの寒冷地方の農民が、冬季などの農寒期に、首都圏をはじめとする都市部の建設現場などに働き口を求めて、出来に行くことが多かった。出稼ぎ労働者の所得確保の一方で、高度成長に伴う旺盛な需要により、労働者不足に悩む都市部への重要な供給源となった。また、出稼ぎを題材にした映画や楽曲が多数作られた。 あーのむぎ峠やシイクゾーの、津軽平野など、新潟県出身の田中角栄が、首相になると、出稼ぎをしなくても雪国で暮らせるようにしようと、日本列島改造論を唱え、全国で公共事業が増えた。その結果、出稼ぎ労働者は、1972年度の54万9千人をピークに次第に減少している。2003年8月に、 独立行政法人労働政策研究研修機構が実施した出稼ぎ労働者就労実態調査表によると、北海道、青森県、岩手県、秋田県、山形県、新潟県、石川県、兵庫県、長崎県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県の12道県のハローワークが作成した出稼ぎ労働者大庁2003年3月末時点で、 有効なものに記載された出稼ぎ労働者数は4万1620人であった。2010年度は1万5000人にまで減少し、出身地域別の内訳は、北海道32.0%、東北60.7%、九州、沖縄4.7%、その他2.6%である。2011年度には、創出地の北海道と青森、岩手、 沖縄各県のハローワークに出稼ぎ労働者、就労支援員、創出地担当が配置されていた。その目的は、地元における安定した就労を促進しつつ、やむを得ず出稼ぎ就労する者に対しては、職業相談員による、きめ細やかな職業相談を実施するとともに、受け入れ事業所の指導等を実施することであり、2015年度も、北海道、青森、岩手等に配置されている。 2015年時点において、工場で季節工として働く出稼ぎ労働者はいるが、多くの工場では、受け負いや労働者派遣に切り替えが進んでおり、直接雇用である出稼ぎ労働者の給与は、かつてほどは高くない。また、2000年以降は、本来の意味における出稼ぎをしている人は、激減しており、出稼ぎという言葉自体が主語となりつつある。 かつて春から秋には農業業、冬は出稼ぎで家族を養った人々が高齢化しつつあることも背景で青森県からの2015年度の出稼ぎ者は1806人と2000人を初めて下回りピーク1974年度の8486人に比べ45分の1程度にで落ち込んだ。なお、就職先の少ない地方在住の若者が大都市の 大学や専門学校に進学するケースや、本来は出稼ぎとは言えない、就職、常用雇用のための状況も、講義の出稼ぎとする場合がある。1960年代までは、工場や中小企業などへの集団就職で上京するケースが多かったが、近年は都市部の利便性や豊富な就職先等に憧れて、上京するケースが多い。出稼ぎ労働者。 手帳、出稼ぎ手帳、出稼ぎ手帳は、出稼ぎ労働者に対して、ハローワークが交付する手帳であり、本手帳の所持者は、出稼ぎ労働者援護対策措置の対象者とされる。発行にあたっては、ハローワークが出稼ぎ労働者代帳番号、雇用保険被保険者番号、血液型を記入し、写真を重付する。その後労働者は、市町村長から、氏名、 性別、世帯主との続き柄、本籍、現住所、電話番号、青年月日、世帯委員の証明を受ける。有効期限は、発行日から3年間、証明書関係は原則として1年間有効ある。出稼ぎに出ている期間は、住民票は移動させない。本手帳所持者は、短期雇用特例被保険者とされ、失業時には、特例一時金が給付される。 かつて、アメリカ合衆国やハワイ、中南米、東南アジア各地に向かった日系人移民には、一時的な生計の手段や、いずれ故郷に錦を飾ると将来は帰国するつもりの、出稼ぎ的な日本人もいた。実際に一財産築いて帰国した人も多いが、異郷の地にそのまま骨を埋めることになった移民も多かった。中国、東南アジアなどに、家政府や売春婦。 娼婦として出稼ぎに行く女性もおり、特に娼婦となった女性は、カラユキさんと呼ばれた。近年では、中国や韓国、フィリピン、ブラジル、ベトナムなど、アジアや中南米の開発途上国や、中心国からの出稼ぎ者が多い、ニューカマー。また、欧米やオーストラリアなどの先進国とされる、国々から英語教師やホステス、露天商として出稼ぎに来る例も、 少なくない。フィリピンからはこれまで多くの国民が海外に渡って働き、母国の家庭に送金してきた。フィリピンの人口の1割に相当する1000万人がアメリカや中東諸国などをはじめとする母国の外で暮らす移住者も含む。フィリピン人の多くは英語が堪能であるため世界中で働き、その外貨送金が国内の消費や成長を支えてきた。 しかしその経済構造が2015年以降変わりつつある。フィリピン中央銀行によると2015年1月から11月の同国への銀行経由の外貨送金額は前年同期3.6%増の228億ドル、約2兆6千億円であり、ここ数年6%程度の増加を示していたのに、比べると鈍化しており、2001年以来の低さになる。また、 フィリピン海外雇用庁によると、2014年に出稼ぎのため出国した国民は183万2668人であり、過去最多を記録した2013年に比べ3600人減った。この背景としては、年率6%という新興国の中でも高い、経済成長を続ける同国においては、国内雇用の拡大により、労働者の国内回帰が進んでいることがある。 コールセンターなどの自宅業務産業が拡大し、100万人を超える雇用を生み出したほか、他のサービス産業も活発化しているからである。それでも、フィリピンの人口が年率2%前後の増加を示していることから、考えると、国内の労働市場で全ての労働人口を吸収するのは難しく、フィリピンの出稼ぎが大きく減るとは考えられていない。また、 日本の船舶会社である日本郵船がフィリピンに商船大学を設立して乗務員を確保していることからも明らかなように英語に堪能な人材の引き合いは世界各地で根強い北朝鮮では外貨獲得のために労働力を輸出して労働者の給料から天引きを行う国家的な出稼ぎが行われてきた特に1990年代の 苦難の行軍の時代には、自国内の食糧事情が悪化したことにより、国と労働者側のニーズが合致。ロシア・シベリア地方の森林、北洋材の伐採現場や遠く、アフリカ諸国の建設現場などに、多くの労働者が国家の手により派された。2015年、国連の丸月ダルスマン北朝鮮人権状況特別報告者は、出稼ぎ労働者の実態をまとめた、 報告書を公表。派遣国数は17カ国前後、労働者の総数は5万人に上り、本国に送金された額は、年間あたり12億から23億ドルに上ると指摘している。一方で、ポーランドやロシアの建設工事の現場などでは、しばしば休日のない長時間労働、低賃金といった劣悪な労働環境が取り沙汰されることもあった。2017年9月、 北朝鮮が弾道ミサイルの発射、核実験を行うと、国連安全保障理事会は北朝鮮に対する経済制裁を決議。その中には、海外で働く北朝鮮労働者の受け入れ禁止も盛り込まれており、当年中に、クウェート、カタール、UAE などは北朝鮮労働者に対する詐称の新規発給、更新を停止する措置を取った。湾岸諸国では、 多数の労働者が建設現場で働いたが、今後は働く場が失われていく見込み。また、ロシアも労働者の滞在許可更新の制限を開始。2019年末までにすべての北朝鮮労働者を帰国させる方針を打ち出している。上記の、ああ、ノムギ峠のようなノンフィクション以外に、生活が苦しい人々が家族と離れて暮らすで稼ぎは、多くの創作の題材とされてきた。 母を訪ねて三千里のように家族と再会できる作品もあるが、出稼ぎ者や故郷に残した家族が失踪、死亡したり、身を持ち崩したりする悲劇や悲しみを描いたものも多い。う月物語、朝地宿、ウルトラ Q、東京氷河期、ひよっこなど。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。